はい、昭和48年型メルセデスベンツウニモグ、第2部試乗させていただきます。これ運転してもいいよって言われたんですが、ちょっと怖いんで同乗試乗させていただきます。でドライバー、インポートカーグローバルの滝さん、よろしくお願いいたします。じゃあお願いします。はい、それでは昭和48年型メルセデスベンツウニモグ、同乗試乗させていただきます。よろしくお願いします。じゃあぐるっとその辺一周お願いいたします。まずエンジンかけるんですが、これどうするんでしたっけ。このレバーを、はい、引いて、まずその右上のレバーを引いて、キーをオンにします。キーオン、はい。でプッシュスタート。プッシュスタート、これノーマルでプッシュスタートなんですよね。ですね、はい、改造してるわけじゃないんですよね。はい、はい、サイドブレーキはハンドブレーキですね、はい、この辺は普通の昔のトラックと一緒ですね。でこれなんかいっぱいレバーが出てるんですが、どれがどれですか。これが計測、中立、計測、超低速のレバーですね。側変速機ですね、はい、それ、はい、これが前進とバックのレバーです。あ、それ前進とバック、そこで使えるわけですか。はい、はい、つまり前進、バックでも、普通に全てのギアが使えるということですね。はい、この独速まで使えるんですね。独速で副変速機が3速だから18速、はい、でこの一番大きいレバーがミッションの変速シフトレバーです、はい、でこれは何でしたろう。これはですね、デグロックレバーです、ね、あ、デグロック、はい、でこっちは BTO レバーなんで、はい、あ、これは普通に使うことはない。じゃあ通常走るときにはこの変速機とこの前進と、はい、交代この2つですね。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、でこれですね、シフトレバーがちゃんと分かるように、シールが貼ってあるんですが、これ多分純正ですね。減速レバーとかデフロックレバーとか、すごいな、これ面白いですね。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、3速スタート。3速スタート、はい、振動がすごいな、これ。これ3速でももう全然引っ張れないですね、はい、3速でこれっていうことは4、5、6あったとしても、これ最高速そんな出ないですよね。60、70ぐらいですか。60キロぐらい、はい、いやこれ高速道路乗れないですよね。乗れないですね。で怖くて乗れないですよね、はい、でこの音はトラックっちゃトラックですけど、なんかトラクターとかなんか工業用の何でしょうね、特殊車両みたいな感じですね。でステアリング結構径が大きいです。これシートは前後できたりするんですよ。あ、一応できるんですね。面白い。はい、じゃあお願いします。もうこれで5速。5速です。あ、でも5速。いや、この振動が結構半端ないですね。
キはちゃ結構ちゃんと効きますね。8インチとかでハイリフトをものすごい車高を上げてる車にちょっと少し近い雰囲気ありますね。あ、これ面白いな。
またお店に戻ってください。お願いします。高いですけど、で全幅も 2m あるんですけど、なんかこう乗っててコンパクトに感じるっていうか、車両感覚はつかみやすいですよね。紹介したミニジープが超巨大になってる、そんな感じですね。操作系自体は普通のトラックとかと装備と変わらない感じですかね。まあ副変速機がいっぱいあったりはしますけど、このステアリングとかウインカーブレーキの感じはやっぱ普通の車とそんな変わらないですね。ありがとうございました。